はい、今回の動画は、先日発売された Air Max 95イエローグラデ2020年モデルのですね、詳細ですね。この、製造国なんですけども、今回はインドネシアとなっていますのです。ですので、メルカリとか闇サイトとかで、インドネシアじゃないっていうだけでもう偽物になりますね。はい、あとはですね、明確なところ、よく偽物と判断されるステッチ、シングルステッチです。これもすごく重要なところで、闇サイトで買うときにダブルステッチなのかな、シングルステッチなのかなっていうのを聞いてくれるだけでですね、偽物の判断はすぐできると思います。その他詳細も少し調べてあげたいと思いますので、まずですね、私今回落選してますので、まず Air Max 95の、2010年モデルの本物を手に入れるのと、あとはですね、闇ですね、まさしく、偽物も同時に、購入したいと思ってます。比較動画出せれば一番いいので、まずはですね、12月23日からですか、敗者復活のところがありますね。それは後でまた動画まとめますので、比較動画をまたお楽しみしていただければと思います。はい、ありがとうございました。